はい、デジラボチャンネルのモアレです。あー、夜です。何か落ちた。何落ちた。マーカーが。マーカー、シェルダー。シェルダーが。シェルダー。ゼロンです。TT です。シェルダーです。イエーイ。新メンバー増えました。新メンバーシェルダーさん。シェルダーです。というわけで今回もデジモン対戦動画撮っていきたいと思います。はい、お願いします。じゃあ今回使うデッキは、はい、何でしょう。そう、僕がね、あのなんだっけマイナーグランプリだっけ、なんだっけ、この間の大会あの、デジラボでやったデジュアルデッキトーナメントです。あー、そうか。やった時に優勝したエオスモンがなんとシークレットプライスで強化をいただきました。イエーイ。なるほど。というわけでね、今回僕の好きなデジモンの一つであるエオスモンを新しくチェーンアップしてきたんで、これで対戦していきたいと思います。はい、エオスモンと対面するのね、新しくなったから初めてなんで、どういう効果を持ってるのか全然わかんないですけど、僕の方はイクトとくれば、そう、ファルコモン、そして3枚目のファルコモンが来ました。そう、レイブモンデッキです。バーストモードで相手のトラッシュにあるデジモンを1体デッキの下に戻して、同じ名称の相手のデジモン全てを消滅できるのでエオスモンね。ちょっと待って、このマッチアップやばくない？同じ名称だったらいいんだよ。ディアボロモンの原理と同じなんだよね。ちょっと待って、これは待って、ちょっと待って、出来替えない？それはちょっとね、許されない。まあ頑張って勝ちたいと思います。ここまでしまいていきたいと思います。お願いします。ダイス握って、わー怖いよ、うん、せーの、ダイスロール、1、トン、成功もらいます。ここでじゃあ、お願いします。お願いします。せーの、デジタルゲートオープン。さあどうぞ。先行もらいます。育成、ワニャモン、ニャ、ワニャモンじゃない、ニャロモンですけども、1コストでウッコモンに進化します。1枚ドローして1で返します。1でいただきます、はい、アクティブなしのドロー、うん、育成入ります。はい、ピラモン、0コストでファルコモンに進化します。進化時ワンドロー、2コストで、ファルコモンをヘックモンに進化します。進化時ワンドロー、これで1でお渡しします。1でもらいます。ドロー。ウッコモン前に行きます。では、はい、ウッコモンが育成エリアからバトルエリアに出た時の効果、3枚アップします。メノッチ、モルフォ、エオスモン。なるほど。じゃあここはエオスモン加えて残りのカードを下に送ります。はい、そう、もうあのメノッチで慣れちゃったからだけど、ベルチって名前だったね。でその後育成します。そうそうそう。はい、ニャロモンをモルフォモンに進化します。1枚ドロー、はい、モルフォモンをエオスモンに2コスで進化して1枚ドローして1で返します。はい、1でいただきます。アクティブなしのドロー。育成はこのままにしましょう。よし、ウッコモンチャレンジだ。2コストで、ビストモトレーニングしておきます、はい、2枚オープン。レイブモンと、ペックモン、ペックモン回収します。はい、でレイブモンはデッキ下でこれで1でお渡しします。では1でもらいます。ドロー。エオスモン前に行きます、はい、ではウッコモンの効果でもう1回3マップでウッコモンチャレンジだ。ウッコモンが欲しいのでウッコモンキャッチして残りのカード下に送ります。はい、その後育成します。ニャロモン本当はウッコに進化したいけど、この後のためにモルフォモンに進化します。1枚ドロー、はい、ではウッコモンでプレイヤーにアタックで、ではニャロモンの子がレッド状態ならお互いのターン1000アップなんで3000でいっていけ。最強ウッコモン3000だ。チェックします。いくぞー。7000。やったー。前が欲しい。では、エオスモン5000でプレイヤーにアタックで、これもニャロモン入ってるんでチェックします。バイオルティモブリクエスト。余計なことしやがってこいつ。バタイチゲしてやめろ。終了です。1で返してもそっち動けるじゃん。テーマーとあれやるから。そうだね、テーマーはねえよ。テーマーでクロックしあるから。はい、行きましょう。ウィズムトレーニング使用しましょう。はい、1コストでヤタガラモンに進化します。はい、進化時ワンドロー。ここはバイオルティメモリー切りましょう。はい、メモリープラス2します。では4コストを支払って、レイブモンに進化します。はい、進化時ワンドロー。ではターン終了時、進化元に鳥を含むカードを進化元に持つこのデジモンを消滅させることで、次の相手ターン終了時に自分のトラッシュからレイブモン1体をコストを支払わずに登場できます。はい、ではレイブモンを消滅させます。では消滅時、先に、そうだな、ピラモンから処理します。メモリーをプラス1、はい、じゃヤタガラモンで、エオスも消滅させます。消滅します。ペックモンで1枚吐き、1枚吐きます。あー、ここはエオスモン切ります。はい、ではファルコモンで1枚吐き、うん、切るなお願いします。モルフォンを切ります。レイブモン消滅時に、手札かトラッシュから、ファルコモンかイクトも登場できます。ファルコモンを登場させます。はい、登場時3枚オープン。1、2、3、イクト、イクト と、鳥ヤタガラモンを回収してイクトをデッキ下に戻します。はい、ではこれで1でお渡しします。1でもらいます。ドロー。3コストでエオスモンをエオスモンに進化します。1枚ドローして2で返します。はい、では相手ターン終了時レイブモンをトラッシュから登場させます。はい、ではこれで2でいただきます。アクティブなしのドロー。では育成入ります。イクトがいねえからファーストモデルになれ。ファルコモンに進化します。進化時ワンドロー。2コストを支払ってファルコモンをヘックモンに進化します。進化時
ワントロー。では手札からイクトがいないのでイクトを登場させます。はい、レイブも1万2000セキュリティ1点いきましょう。受けます。チェック。ゴッド6000耐えた。3コストを支払ってファルコモンを登場させます。はい、途中にレベル6以下の相手のデジモン1体をレストさせる。その後、このデジモンを名称にレイブモンを含むデジモンの下に入れて相手のデジモンにアタックできる。なので、まあ、今アタックできないんですね。はい、ターン終了時進化元に鳥を含むこのレイブモンを消滅させて次の相手ターン出てきます。手札1枚破棄お願いします。マジで言ってる。メノアベルチ1枚切ります。メノアベルチ1枚切る。効果で消滅しているのでメモリープラス1とワンドローいただきます。はい、これで2でお渡しします。じゃあ2でもらいます。ドロー。では、エオスモン前に行きます。エオスモンでプレイヤーにアタック行きたいです。アタック時エオスモンの効果で、進化元のエオスモンの効果で、はい、白の登場コスト4以下のテーマを出すことができるので、ゼロコストでメノアベルチを登場させます。はい、次に、エオスモンの効果。手札からエオスモンを登場できるので手札から、新しく登場したレベル5のエオスモンを登場させます。はい、ではエオスモンの、登場時効果。相手は相手の手札からテイマーカード1枚コスト支払わず登場できます。この効果で登場しなかったらこちらの手札から白の4コステーマを出すことができます。その後テーマ1枚につき対価マイナス1を2枚につき対価マイナス1。ではこちら、出せなかったのでこちらは手札からメノアベルチをタダで登場します。はい、メノアベルチ登場した後エオスモンの効果処理で対価1で今テーマが3枚あるのでデックモンからファルコモンに変わります。でエオスモンが登場したのでメノアベルチの効果3枚オープン。メノはエオスモン、エオスモン、ああこのエオスモン個人的に超欲しいんだけどな。まあこちらのエオスモン加えて残りのカード下に送ります。はい、この登場者メノアベルチの効果モルフォボンを捨てて2枚ドロー。モルフォボン弱い。モルフォボンなんていらない。この進化元のモルフォボンの効果。エオスモンが登場した時に進化コストマイナス1で進化できるのでエオスモンをマイナス3の1コストでエオスモンに進化します。1枚ドロー。進化時効果、エオスモンを1枚登場させることができるので手札からエオスモンを登場します。はい、エオスモンの効果で9000以下のデジモンファルコモンを焼きます。はい、消毒します。でこのエオスモンも、3000上がっててニャロモンで4000上がってるので1万6000でプレイヤーに1点で、でごめん嘘ついた。エオスモンでさらにもう1000上がってるので1万7000かな。で1点。エオスモン、エオスモン効きすぎてさチェックします。アナログの少年で、あ強い。3枚ファルコモン、ペックモン、雨のハワジなのでここは、ファルコモンを回収して残りのカードはお借りします。はい、では、3コストで、モルフォンも登場します。はい、登場時効果3枚オープンしてエオスモンとベルチ1枚ずつ加えられます。3枚エオスモン、エオスモン、ウッコモン。ではエオスモン加えて残りのエオスモンとウッコモンをデッキの下に送ります。このモルフォモンをエオスモンの下に入れることでメノッチを1枚登場コストしたら登場できるのでこちらのエオスモンに入れてもうやめろ。テクサからメノッチを貼ってチャンス2で返します。ヨルスさんだけじゃない俺もおかしくなってる。各エオスモンの効果何ですか。こちらのエオスモンはお互いのターンで、エオスモンが登場した時、その登場したエオスモンの、パワー以下のデジモン消滅。時短中ってお互いのテーマの数1枚につき、1000バフが全員かかります。で次のエオスモンはあとエオスモンが登場した時には逆効果、その登場したエオスモンの DP 可能。うん、なるほどね。で進化元効果がアタック対象をエオスモンに変更できます。なるほど。で、2でお返します。で、すいません、イクトの使う前に相手ターン終了時に先ほどのレイボンが登場します。はい、でイクトで3になります。はい、これで番をもらいます。 OK、 アクティブなしのドロー。ファルコも前へ出ます。はい、行くしかないかな。でイクトを手札に戻してレイブもバーストモードにゼロコスで進化しましょう。いやー来ちゃったよ。ワンドロー手札見にしてて、はい、わお、エオスモンがいっぱい。そのトラッシュ確認していいですか。どうぞ。ウッコレイもめんどくさい。そう、めんどくさいんですよね。あー、エオスモンいるね。レベル3取っときたいんだよな。なのでウッコも、はい、ハキでお願いします。でその後手札が7枚以下のでセキュリティを1枚手札で強いんだよな。お願いします。レイブモンバーストモードでセキュリティアタックいきます。はい、アタック時、トラッシュのエオスモン、このエオスモンをデッキ下に戻して、どのエオスモン、このエオスモンをデッキ下に戻して、はい、名称エオスモンすべて消滅でお願いします。ではこの時、メノアベルチの効果発動したいです。このエオスモンを消滅させることでこのエオスモンを食べます。はい、じゃあそちらのエオスモン消滅でお願いします。了解です。1万5000で1点セキュリティいきます。受けます。チェック。ツッと目、6000です。6000。なるほど。ここは4コストを支払って、雨のおはばり使用します。はい、バーストモードを消滅させて、レベル7以下の相手のデジモンを消滅なのでエオスモン消滅で、これは2回目を吹っ飛びますな。はい、で名称レイブモンを消滅させたので次の相手の終了時レイブモンが出てきます。はい、ではアナログの少年に切ってメモリープラス1の育成入ります。はい、少年はファルコムに進化します。はい、進化時ワンドロー、2コストを支払ってペックも進化します。進化時ワンドローで先ほど回収した、イクトを張ってこれで、2の3でお渡しします。3でもらいます。アクティブ&ドロー。
育成、ニャロモンで、ゼロコストでウッコモに進化します。1枚ドロー。では、6コストでエオスモン登場します。エオスモン登場事故が相手はテーマ4コス以下を登場させることができます。できなかったらこっちが登場します。じゃあ、アナログウッコモンやりたい。で、その後エオスモンの効果でテーマ2枚ごとに対価1をかけれるんで、今1、2、3、4、5、6枚あるんで、こいつを対価で、かかってアナログ発揮します。しません、ごめん、3回目が取れたんだけど、メノッチの効果でエオスモンが出ると登場時効果は発動できないので、で、メノッチの効果2回発動します。3枚メノアベルチ、ちょっと強いな、テーマ封じのエオスモン一択。はい、2回目、3枚2、3、うおー、エオス。なるほど。加えて3でお返しします。じゃあ相手ターン終了時に、先ほどの効果で、あ、違う、お前のことお前のことで再びレイブンも登場させて、おー、場にいてくれ、マジでドロー。強いよ強いよどうしてファルコンお前出ましょう。一応怖いんだよな、なんか変なのに。3コストを支払って、ファルコンも登場します。はい、登場時エオスモンプレスルお願いします。で、刺されます。で、その後、レイブモンの下に入って、アタック、プレイヤーじゃないデジモンにアタックできる。なので、アタックしません。レイブモンでそのままセキュリティ、いや怖いんだって。何を怪我してるの。多分体が覚えているんだ、存在しないはずの記憶を。ファンクのセキュリティっていきます。受けます、チェック。ウッコモン2000消滅します。はい、何ファルコモンでセキュリティ行っていきます。受けます、チェック。なんかいい体つこい。やーい、デジモン変えた、遅いよ。レイブモンでダイレクトアタックで、いや、どうだ、なんもないのかよ。ないよ、まあ、ここからなんかないよな。いや、それないと思うけど、なんか自分がこう見落としてるカードがあったらどうしようっていう。いや、怖かった。まさか一掃できると思ったら残ったね。いやー、でもちゃんと返されたな、最後の一匹が。ちゃんとおはばりで、いや、残ったらおはばりで消しとこうと思ったから。新しいファルコン自分の入って偉いっすね。そうなんですよ、進化モード、ね、その後から出てきたレイブが今まで進化モードなかったんで効果使えなかったんですけど、まあバーストモードになるくらいしか、結局こいつを入れることによってもう一回同じ効果を使えるっていうのがやっぱ偉いな。でアナログも起動するよね。そうなんですよね。いやー、なんとか途中でね、まさかのメノッチのね、こう、メノッチ、メノアベルチ、メノアベルチね、の効果を忘れて、アナログの効果使っちゃいましたけども、そう、発揮しないんだよね、登場時が。本当は発揮しません、ごめん、俺も忘れた、その時。はい、というわけで、今回ね、新しいファルコンも入れたレイブモンと、エオスモン、強化を受けたエオスモンで戦ってみました。この動画、面白いと思ってくれた方、チャンネル登録、グッドボタン、お願いします。お願いします。それではご視聴ありがとうございました。バイバイ。